iPad の充電を 80% で止めるという使い方になります。ここストレージを最適化、今オフになってます。でこれをタップするとオフになっているので、オンにすると項目が出てくるんですが、皆さんこんにちは、水おじさんです。本日は iPad を買ったら設定するべき10選プラス1の動画になります。基本的にはどの iPad でも対象ですが、最新の iPad でしかできない内容などもありますので、その時はその都度お伝えしますので、安心して見ていただければと思います。最新の設定にして快適に使えるようにしたり、容量節約やバッテリーを抑えられる機能があったりと、知っているだけで役に立つ設定を10個紹介していきます。ぜひ最後まで楽しんでいってください。おまけのプラス1では、マルチタスクの使い方や YouTube を再生しながら他のアプリを起動する方法なども解説いたします。せっかくね iPad を買ったからには、初期設定の人もデータ移行した人も、新しい端末の設定、新しい機能の確認とともに見直していきましょう。またこのチャンネルでは iPad でできること40選プラス1として、 iPad を Windows のサブモニターとして使用したり、 PS5 をプレイしたりと、40もの活用術をテンポよく実機で紹介している動画などもありますので、こちらも見逃さないように今のうちにチャンネル登録をお願いいたします。それでは早速行ってみましょう。はい、まずは対象の iPad なんですが、最初に言った通り、どの iPad でも基本的に大丈夫です。ただし、iOS のバージョンは最新にしておいてください。今回紹介するバージョンは iOS17.5 になります。なので、バージョンを上げておかないと同じものが出てこない可能性がありますので、そこは最新版にして試してみてください。iPad の機種自体はどれでも大丈夫です。今回は M2 iPad Air と M4 iPad Pro を出していますが、こちらのような、いわゆる iPad の標準モデル、iPad 第10世代や第9世代でも可能ですので、そのあたりはご安心ください。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは1台にして解説していきます。まず最初に設定してほしいのは、 iPad でインターネット見る人多いと思うんですね。なのでサファリの設定をすごく快適にしてほしいと思っています。結構皆さんやってない設定があって、サファリのお気に入りバーの表示ですね。例えば今サファリ起動するとその設定はされていないんですが、お気に入りやブックマーク見るとき、結構いるのがここを押して、この状態を表示してから、お気に入りを開いてから、例えば Yahoo とか表示して、またこれを閉じてみたいなことをやってる人たまに見るんですが、これをしなくてももうこの画面上に表示しておくことが可能です。それがお気に入りバーの表示というんですが、それを設定していきましょう。まず iPad の設定を開きます。設定を開いたら少し下に行きます。少し下に行って、このサファリというのを見つけてください。そしたらこのサファリをタップします。そしていろいろ出るんですが、ちょっとだけ下の方に行くと、ここお気に入りバーの表示というのがあるので、これ最初オフになってるのでオンにしてください。これだけです。これだけで iPad のインターネット生活が劇的に楽になるので、見てみましょう。どんな感じになっているかというと、もう一回サファリの方を開いてみると、こんな感じになってます。この一番上の段見てください。自分のお気に入りがね、一列に出ているはずです。なので今 Yahoo にいるけど、こうニュースとかパーッと見て、じゃあちょっと Apple もチェックしようと思ったら、この Apple のところをポンとタップするだけで、このようにもう Apple のページに来れます。こうじゃないと結構インターネットは大変なので、うまくねサファリの方を使ってインターネットを楽しんでいきましょう。続いてバッテリーに関して、これも節約の方法が追加されています。ただしこれは M2 iPad Air か M4 iPad Pro にしか今のところ搭載されていません。今後ね搭載されていくとは思うんですが、どういったものが追加されているかというと、まず iPad の設定を開きます。で設定を開いたところで、ちょっと下に行ったところ、このバッテリー、これを探してください。そしたらタップします。そうすると色々と見えているんですが、ここでバッテリーの状態ですね、ここをタップします。その時に iPad にもこれ最大容量100%、これの表示が追加されました。それと充電回数と製造日、最初の使用ですね、こちらも全て追加されています。なのでようやく iPad でも最大容量が分かるのと、回数が分かるようになったことと、一つだけ設定が加わっています。ここが節約方法の話です。こちら上限 80% というオンオフが加わっています。これオンにすると iPad の充電を 80% で止めるという使い方になります。要は 100% になっても 100% 以上充電しないように、過充電みたいなところを心配する人のためについた機能になります。で上限80にしたとしても、正確な値を測るために一旦 100% にする日もあるし、 80% から減り始めて 75% になったらもう一回充電し始めるといった仕様になっています。常時 80% を保つという意味ではありません。基本的に充電は 80% になるよという設定ですね。ただこれ完全に節約になるかというと、なかなか難しいところで、例えば毎回出かけるのに持っていくのに
80% だと実際はね使いづらいと思います。なのでやはり 100% にしていきたい人はこれはオフでいいと思いますし、どちらかというと iPad 家で使う方も多いと思うので、家で充電差しっぱなし、作業する時も差しっぱなしという人はこちら上限80でもいいかなという気はしています。確かにその場合は節約できる可能性が高いです。なのでその辺をねきちっと考慮した上で設定してみてください。選択できるというところでは本当に良い表示と良い機能が加わったと思っています。続いては画面の見え方です。 iPad の画面って初期設定のままだとやや黄色く見えたりするんですね。それを変えていきましょう。その設定どこにあるかというと、 iPad のこの設定をまず開いて一般の2つ下の画面表示と明るさ、これをタップします。そうするとこのような画面になるんですが、ここにトゥルートーンという項目があるんですね。この項目最初オンになってるんですが、環境光、要は蛍光灯とかの下でも色が綺麗に見えるようにという設定なんですが、ややですね黄色がかって見えてしまいます。で、今もこれ後ろの背景白なんですけれども、目の前で見るとやや黄色なんですね。これオフにした時結構真っ白になるの分かるので、ちょっと見ててくださいね。じゃあオフにします。これをオフにすると白が取り戻されます。どうでしょう、分かりますでしょうか。私はこの色合いの方が好きです。もちろん好みがあるのでオンのままでもいいです。もう一回オンにしてみます。せーのトンと、はい、こんな感じで結構黄色いんですね。なので私はオフにして真っ白なのをおすすめしています。続いてここの画面のままなんですが、ここからちょっとだけ下に行きます。そうするとこの自動ロック、これが最初15分の設定になっています。で、自動ロックの設定自体は最初15分になっているだけで、タップしてみるといろいろ選べるんですね。なので今回は私は動画なのでなしにしますが、通常はやっぱり5分とか10分とかそのあたりだと思います。もちろん15分のままでもいいです。ここはね好みで設定していきましょう。バッテリーをものすごく節約したいならやはり2分ですかね。2分間もうその場を離れたら画面が消える、ロックがかかるといった状態になります。続いては画面の拡大表示です。これね先ほど設定したトゥルートーン自動ロックと同じところにあるんですが、下の方ディスプレイ欄に拡大表示というものがあるんですね。ただこの画面が出てくるのが結構最近の iPad、 例えば iPad Air であれば M1 とか M2 で、 iPad Pro であれば M1、M2、M4 このあたりが出てきます。で、正しい機種は字幕の方で出しておきますが、こんな感じになっています。ただこの画面で見た時にそもそもディスプレイの拡大表示が出ていなければ見たようになりますので、ここはちょっとねこんな設定で iPad ってできるんだっていうのを見ておいてください。で、どんな設定ができるかというと、ディスプレイ拡大表示のところ、ここをタップするとですね、このようにデフォルトかスペースを拡大っていうのが出てきます。これどう変わるかというと、見える幅が変わるんですね。例えばなんですが、今一旦デフォルトのままでちょっと見てみますが、縦だと分かりやすいので縦にしますね。はい、今こんな感じになっているんですが、このメニュー自体が一番下に詳細があってちょっとだけ間空いてますよね。ここの間をちょっと覚えててほしいんですけれども、この拡大表示デフォルトからスペースを拡大、これにして完了を押すと一回確認が入るんですが、スペースを拡大をしよう、これをタップするとちょっと一瞬画面が真っ黒になって切り替わって、こんな感じ、さっきの詳細の下これがっつり空きましたよね。こんな感じで文字とかスペースがギュッと詰まります。パソコンとかで言えば解像度を変えているのと同じですね。この設定をすると結構アプリのアイコンなんかも小さくなるんですね。で、これで生きてくるのがステージマネージャー、要はマルチタスクを行うときは密度が高いので多くの情報を表示することができます。マルチタスクについてはおまけで紹介するので、今はこのスペースを拡大ということをすると解像度が上がって情報量が1画面に多く表示されるんだというふうに思ってください。続いてはアプリアイコンの拡大ですね。iPad って結構画面が広いのにアプリ自体は小さいです。で、先ほどのスペースを拡大みたいなものを使うともっと小さく表示されるので、なんだか見づらいとか思う方にはこの設定がおすすめです。どこにあるかというと、相変わらず iPad の設定を開いて、先ほど設定した画面表示と明るさ、その下のホーム画面とアプリライブラリ、ここですね、これをタップしましょう。そうすると一番上ですね、大きいアプリアイコンを使用というのがあるので、これを押すと結構大きさ変わってます。見てみましょう。こんな感じです。結構迫力が出るくらい変わってますよね。大きくしていない場合はこんな感じです。なので一番左の緑と青のアイコン、この大きさ全然違うの分かりますよね。結構大きくなります。なので小さくて見づらいとか、先ほど言った通りスペースを拡大して小さくなりすぎてしまったという人は、今の設定でこのようにアプリのアイコンを大きくしてみてください。ここはね好みだと思ってます。そしてマルチタスクとジェスチャー、これはですね、設定を変えておかないと、特に音ゲーをやる方は遊んでいる途中にバンと画面が変わってしまったりするので、
ので、ここで切ります。どこにあるかというと、iPad の設定を開いてから、このマルチタスクとジェスチャー、先ほどのすぐ下にあります。これをタップします。で、こんな画面が出てくるんですが、特にリズムゲームやる人は、この効率的なジェスチャーとその下4本または5本指のジェスチャー、これをオフにすることをお勧めします。上は3本指でコピーしたり、ペーストしたり、指だけで操作できるんですが、リズムゲームはね、結構同時に指タッチすることも多いので、そこで誤作動が起きてしまうことが多いので、これはオフにしましょう。そして4本指または5本指のジェスチャー。実は iPad って4本指とか5本指でいろいろ操作ができるんですね。例えばホーム画面に戻るとき4本指を使ってパッと掴むとアプリ終了するんですね。またはこの状態からでも4本指で横にスクロールするとアプリがどんどん切り替えられます。こんな感じで実は便利な機能はあるんですが、音ゲー中は結構4本指のタッチなんて普通にあるので、ゲーム中にいきなりアプリが切り替わって困っているという方はこれをオフです。この2つをオフにすれば今のような操作はできなくなるので、ここは自分が便利だと思った環境にしていきましょう。3本指のジェスチャーとか4本指のジェスチャー便利な場合も多いので、困っていない方はオンのままでいいです。そして次がこの下なんですけれども、一番下、指で隅からスワイプというのがあってですね、これはあまり知られていない機能なんですが、これ結構便利な時があるのでオンにしてみましょう。そうすると下に設定が出ます。左下隅スクリーンショット、右下隅クイックメモ。これ何を言ってるかというと、文字通りなんですが指で隅からスワイプ、左下この辺から右上にスワイプするとスクリーンショット、右下からスワイプした場合はクイックメモが起動します。実際どうなるかというと、本当に左下から右上にスワイプするだけでこの通りスクリーンショットが撮れます。なのでこのまま落書きとかもできますし、完了を押せばね、もちろん保存も可能です。で、今みたいなね設定のページではもちろん使いませんが、例えばスクリーンショット撮ろうとすると iPad って結構大きいので、電源ボタンと音量上ボタンでできることはできるんですが、結構手間ですよね。こういう風に押さえながらグッと押さなきゃいけないので大変です。ところがここ左下からスワイプだけでスクリーンショットが撮れるので、これはさっとやれるので便利です。じゃあ右下からのクイックメモっていうのは何なのかというと、これね、どこでも呼び出せるメモなんです。今写真アプリを開いてますが、写真アプリを開いてる状態でもスッと右下からスワイプするとこのようにメモが出てきます。なのでここで好きなように、例えばキツネさんという風に入れて、こういう風にクイックメモを取っといて完了と押しておくといったように、まあ写真の時はあまりないかもしれませんが、ニュース情報をチェックしながらどんどん箇条書きでメモっていって、最後資料としてまとめるみたいな形が、いちいちメモを起動しなくてもできるので、忘れないようにするときにこうクイックメモパッと出してパッとメモるといった形で使ってみてください。これも便利に使っていきましょう。続いては画面の明るさの設定ですね。初期状態だと自動で調節されるようになっています。それもいいんですが、私は結構その環境に行ったときに自分の見やすい明るさに変える方が好きです。なのでここは本当にお好みなんですけれども、勝手に明るくなったり暗くなったりするというので困ってる方もいると思うんですね。なので設定だけ見ていきましょう。まずは iPad の設定を開いて、先ほどのマルチタスクとジェスチャーの下、アクセシビリティ、これをタップします。そうするとこのようなメニューが出てくるんですが、上から4番目、画面表示とテキストサイズ、これをタップします。そうするとたくさん出てくるんですけれども、一番下ですね、明るさの自動調節、今オンになってます。で、この自動調節何かというと、今明るさってこのくらいになっているんですけれども、 iPad が受ける光によってこの明るさを変えてくれるんですね。ただ変えてくれるのはいいんですが、意図しない変えられ方とか、すごく明るくしてずっと見たいのに自動調節かかって暗くなってしまったりとか、私は結構ね自分で設定したい派です。なのでそういった人のために解説しておくと、ここをオフにすれば勝手にこの明るさが変わることはありません。実際どのように変わるかというのをオンにしてちょっと確認していきますが、この状態でこちら iPhone のライト当ててみましょう。ライトをオンにします。オンにしてこの辺にセンサーがあるので、当てるとこうグーッと上がっていくの分かりますよね。こんな感じで自動調節がかかるので、もちろんね時によっては便利なんですけれども、私としてはオフをおすすめしています。そしてこれも結構私好きな設定なんですけれども、アプリのアイコンとか長押しした時に判定に入るまで少し待ちますよね。こんな感じでグーッと押してからしばらく待つ、このしばらく待つ感覚を早めること遅めること設定できます。ここも好みなので自分が好きな設定探してほしいんですけれども、どこにあるかというと、 iPad の設定を開きます。そして先ほどと同じアクセシビリティを探してください。アクセシビリティから今度は右側の中のタッチですね、やや真ん中ぐらいにあります。このタッチをタップします。そうすると上から2番目にこれ触覚タッチというのがあります。これをタップしましょう。そうするとタッチの具合をここで決められるんですが、早い、デフォルト、遅いというのがあって、ここで確認できます。デフォルトだとこのくらい、長押しで写真が大きくなるまでにこのくらいなんですが、私はこれはもういつも早いにしてます。もう長押ししてるときは長押しだと思ってくれという
感じですね。結構違います。早いだとこのくらい、遅いだとかなり遅いです。ぐーっとなって開く感じです。なのでこれは本当にお好みなので、いつも長押し判定されちゃうんだよなっていう方は遅いですし、いやもう長押しは長押しでやってくれっていう人は早いです。こちらもおすすめの設定。そしてもう一つがミュージックのストレージの最適化。これは iPad のストレージを節約するのに役に立つので結構便利な機能です。音楽を聴くといえばやはり Apple Music で聴いている人が多いと思うんですが、音楽をダウンロードしていていつの間にかストレージが膨れ上がってる、結構あります。そこを制限する機能なんですね。どこにあるかというと、 iPad の設定を開いて今度は結構下に行きます。ぐーっと下に行って、ここミュージックというアプリを探してください。そしたらこれをタップします。その後この画面になったらちょっと下に行きます。ちょっと下に行くと、ここストレージを最適化、今オフになってます。でこれをタップするとオフになっているので、オンにすると項目が出てくるんですが、こんな感じに設定できるんですね。4ギガから128GB まで設定できます。これは何を言っているかというと、音楽をね聴いているといつの間にか溜まっていくんですが、例えば 4GB に設定している場合は約800曲 4GB 以上が溜まったら古い音楽データからは削除していくんですね。削除といっても Apple Music のダウンロードしたデータを削除するだけで聴けなくなるわけではありません。もう古くなったやつは一回消しますよという状態ですね。これねずっと放っておくと本当に 10GB、20GB って溜まっていきますので、ストレージを最適化にお任せして、私はもう 4GB の設定にしてます。800曲以上前のものをダウンロードしておくという必要はあまりないと思っていますので、これは節約のために使っていきましょう。もちろん私は 4GB ですが、 32GB でも 64GB でもとにかく入れておきたいという人は大きくしてもいいですし、そもそもなしにしてもいいです。これもねうまく使って容量を節約していってください。はい、それではおまけのコーナーです。もしかしたらこれが一番役に立つという方はいるかもしれないんですが、 iPad のマルチタスクについて解説していきます。 iPad はいくつかマルチタスクということを行うことが可能です。種類があって、どの iPad でもできるのは2つから3つのアプリを起動すること、これはどの iPad でも可能です。そしてもう一つがステージマネージャーと言われるもの、これは最初の方に出した通り M1 系の iPad か M1 じゃなくても Pro 系だといくつか対応しているものがあります。でどちらも特徴があるのでどっちがいいということはないんですが、やはりステージマネージャー、これが未来の iPad なのかなとは思っています。ステージマネージャー以外でできるマルチタスクというのは、例えばサファリでウェブを見てました、これと同時に写真も見たいですとなったら、写真アプリなどを長押ししてこういう風に持っていくと、話せばこういう風に同時に見ることが可能なんですね。例えば写真を見ながらウェブのチェック、こんなことは普通にできます。これはどの iPad でもできます。真ん中にねちょっと触れるところがあるので、これで大きさを変えることも可能です。写真の方を大きくしたければこうですし、ウェブの方を大きくしたければこんな感じ。なので右の方には X とかね開いておくと縦長で結構便利に使えるかもしれません。こういったマルチタスクは昔から可能だったんですが、一番新しいマルチタスクの方法としてはステージマネージャーというのがあります。ステージマネージャーどこからオンにするかというと、右上のコントロールセンター、これを表示してからこの点々と四角があるアイコン、これがステージマネージャー開始のアイコンなんですね。なのでこれをオンにしてみましょう。そうするとステージマネージャーをオンにするか今はしないか、初回だけ出るんですがオンにするをしてみます。これで今ステージマネージャーというのがオンになったんですが、何が変わるかというと、例えばサファリを起動しただけでもこんな感じで少し浮いてますよね。これ裏に先ほどの写真が隠れてます。でさらに iPad ではできなかったウィンドウサイズの変更、こういったことも可能になってます。サファリなんかもこうグッとちっちゃくすることもできますし、もちろん移動もできます。でこの上に例えば Apple Music なんかを重ねることもできますし、設定アプリなんかももう一つこのように表示することもできます。最大で4つまでですね、重ねてね表示することができます。ただやっぱり iPad の画面は結構狭いので、これ11インチなんですが、13インチだともうちょっと使いやすくなるのと、この状態で先ほどのスペースを拡大というのをすればもうちょっと広さは感じることができます。なのでちょっとねスペースを拡大にしてみましょう。はい、そうするとねだいぶ見やすくはなりました。文字が小さくなってギュッと解像度が上がるので、このくらいになるとだんだんね見やすくはなってきます。ただやっぱり iPad だけだとそこまで発揮できないというのが現状で、どちらかというと外部モニターへの表示ですね。ということでこんな感じでステージマネージャーの場合は iPad とディスプレイを別々に使うことができます。要するに左の画面では今ミュージックとかサファリとか写真とか開いてますが、こっちの画面ではまだ何も開いてない状態ですね。例えば iPad の方はね作業用の資料を表示しながら、こっちの右側の大きい画面では動画編集するとか、そういったことも可能です。今回は右の画面でちょっと写真の方を表示してみますが、こんな感じでね表示が可能ですし、もちろんこの
その上に App Store とか他のアプリを起動することも可能です。ちょっと大きさは調整しますが、やっぱりね、ステージマネージャーを使うならこんな感じで X も表示しつつ、写真も表示しつつ、何かをやりつつみたいなことがすごく iPad を活かせることになります。このマルチタスクならこういう風に YouTube を表示したまま他の作業をすることも可能です。こんな感じで画面は隠れたりしますが、 YouTube は再生されっぱなしになります。動いてますよね、後ろの画面。なのでそういったこともこのマルチタスクなら可能なので、そのあたりは便利に使ってみてください。ただステージマネージャーだとこういう風にね、 YouTube 見えると言っても後ろに隠れてしまいますし、音はもちろん聞こえますが、ピクチャーインピクチャーの方が私は好きです。なのでステージマネージャーを使わなくても YouTube のピクチャーインピクチャーを実現する方法、 iPad だけね、会員とかじゃなくてもアプリを何にも使用しなくてもできるので、それだけ紹介しておきます。どういう風にやるかというと、サファリでまず YouTube に行きます。このように普通に YouTube に来たら何の動画でもいいので再生しましょう。で、再生した状態で右下のこの大画面にするボタンを押して全画面表示にするんですね。で、全画面表示にした後はこれを終了するだけで、なぜかこのようにピクチャーインピクチャーになります。これは iPad だけの謎仕様でずっとこれできるんですね。これもね、ぜひ便利に使ってみてください。これはちょっとした裏技ですので、誰かに教えてもびっくりされると思います。もちろんこれを開きながら他のアプリの起動も可能です。例えば X なんかを見ながらね、ちょっとちっちゃくして情報を確認するとか、当然他のアプリでも写真なんかも開いても見ることもできますし、何でもできますので、これもね、裏技的に便利に使ってみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。これでね、 iPad が快適に楽しく使えるようになったと思います。せっかくね、高価な端末なので、長く使うためにも自分好みに変えていきましょう。ぜひ感想の方コメントいただければと思います。またこのチャンネルでは iPad でできること40選プラス1として、 iPad を Windows のサブモニターとして使用したり、 PS5 をプレイしたりと、40もの活用術をテンポよく実機で紹介している動画がありますので、こちらも見逃さないように今のうちにチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。